清水亮太郎です。まずはじめに、度重なる不祥事により世間の皆様を不快にさせてしまったことを深くお詫び申し上げます。そして清水亮太郎を応援してくださったファンの方々や各関係者の方々に対し多大なるご迷惑ご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。芸能界を辞めてからの5年間、私は運送業の仕事に携わってまいりました。芸能という仕事しかしてこなかった私にとって、一般社会での仕事がいかに大変であるかということを痛感いたしました。またたくさんの方々に支えられていた5年間でした。当時の私はマネージャーさんやスタッフの方々に対し感謝もせず、父のありがたさも忘れ思い上がっておりました。この5年間で感じたことや学んだことを生かし、もう一度皆様に歌やモノマネで元気になってもらうために、この YouTube という場をお借りして再出発いたします。私が犯してしまった不祥事は決して消えるものではありません。二度と私の顔を見たくないという方もいらっしゃるかと思います。その方々にも応援していただけるよう、日々の努力、そして感謝の気持ちを忘れず活動させていただくのはもちろん、もうこれ以上家族や仲間、応援してくださる方々を決して悲しませません。もう一度ここから頑張っていきますので、皆様今後とも清水亮太郎をよろしくお願いいたします。